オーダループ、オーダループ、ウーダループは、あらゆる分野において適用される戦略の一般理論、グランドセオリー・オブ・ストラテジーと言われている。アメリカ空軍のジョン・ボイド大佐によって提唱された。従来、意思決定理論とも言われてきた。軍隊だけでなく、ビジネスや政治でも導入されており、あらゆる分野において適用されている。オーダループは、 朝鮮戦争の航空戦についての洞察を基盤にして、指揮官のあるべき意思決定プロセスを分かりやすく、理論化したものである。すなわち、観察、オブザーブから、情勢への適応、オリエントから、意思決定、ディサイドから行動、アクトのサイクルを繰り返すことによって、健全な意思決定を実現するというものであり、理論の名称は、これらの頭文字から命名されている。 オーダーループ理論は、飛躍戦コンセプトの中核的な理論として、アメリカ全軍に広く受け入れられているほか、ビジネスにおいても導入されている。ただし、低強度紛争、エリシーなど、迅速な意思決定が要求される流動的な作戦環境においては、従来のように、全海底を通じた大規模なオーダーループを形成していては、気を逸する恐れがあるとして、ネットワーク中心の戦い。 NCW コンセプトにおいては、作戦式手順において、前回定を通じた、オーダループの形成からの脱却、革新が施行されている。米海兵隊によれば、オーダループは、式、統制手順であり、都市格闘を戦う個人であっても大規模な軍隊であっても、どんな二社間の紛争に適応できるものである。オーダループ理論は、朝鮮戦争の空中戦についての洞察を起源と、する。 朝鮮戦争では、アメリカ軍は F-86 戦闘機、ソ連軍及び中国軍はミグ -15 戦闘機を主力として航空戦闘を戦った。F-86 をミグ -15 と比べると、加速、上昇、旋回性能のいずれでも劣っていたにもかかわらず、実際の交戦では F-86 の方が優れた戦果を示し、最終的に、 そのキルレジを撃墜、悲撃墜の率はほぼ10対1にも達した。ジョン・ボイドは自身も数度にわたって F-86 に登場してミグ -15 と交戦しており、これらの経験をもとにして洞察した結果、決定的な勝因は操縦士の意思決定速度の差にあったと結論付けた。F-86 のコクピットは360度の 視界が確保されており、ミグ -15 に比べると操縦も容易であったため、F-86 のパイロットは敵機をより早く発見することができ、より早く対応する行動を取ることができた。ボイドはこの洞察をさらに進めて、戦闘機パイロットの意思決定過程を一般化することを試みた。従来の意思決定モデルは線形を描いていたのに、対して、 このモデルでは非線形構造が採用されており、一つのオーダープロセスの最後にあたる A、すなわち行動の結果は、直ちに次の O、すなわち監視の段階で評価され、次の意思決定に反映されることで、ループを描くこととなる。このループは、空中戦のモデルにおいては、一方が無力化されるまで続くこととなる。監視、観察と訳される。 意思決定者自身が直面する自分以外の外部状況に関する性のデータの収集を意味する。理論の原型となった空戦においては、パイロット自身の目視、機体装備のセンサー、あるいは地上レーダーや早期警戒機からの伝送情報により敵機を探知する。また、地上部隊であれば石膏部隊や航空偵察、艦艇であれば艦装備のセンサー及び、 外部の ISR システム、偵察衛星や航空偵察も使用される。また部隊式においては、観察段階から情勢への適用段階にかけて、C4 I システムを用いた共通戦術状況図、CTP 及び共通作戦状況図、COP の作成も行われる。これは、各改定において、情勢認識を共通化し、情勢判断と、 意思決定の基盤となるものである。情勢への適応あるいは状況判断と訳される。観察段階で収集した性のデータをもとに情勢を認識し、価値判断を含んだインフォメーションとして生成する段階である。ボイドはこの段階をビッグオーと称して特に重視していた。意思決定者は下記の5つの要素から構成される判断のための装置により、 データからインフォメーションへと加工していく。世襲資産、文化的伝統、そして従来の経験がなければ、従来経験した環境と変化によって形成された精神物理学的能力についての眼畜的レパートリーを用えない。また、各分野の領域の、あるいは各種の競合及び独立的なチャンネルにまたがって取得する情報の分析及び総合がなければ、 よく精通していない現象、または見たこともない変化に対処する他の新しいレパートリーを展開することはできない。そして多くの異なった領域及びチャンネルにまたがる取得情報についての推定、感情移入、相関及び拒否という多側面の眼畜的な相互、参照プロセスがなければ分析、相互を話し得ない。 各人の判断のための装置は当然のごとく各人ごとに異なっており、いかなる環境においても適切に動作する保証はない。また、組織のレベルに拡大して複数の意思決定者が存在する場合、これらの間に相互が発生することも珍しくない。このようにして、オーダーループがこの段階で止まってしまい、次の D に入れない恐れも多分にある。そのような場合を、 おうおう、おうスタックと称する。情勢への適用段階で判断された情勢をもとに、行動として具体化するための方策、手段を選択し、場合によっては、方針、計画を策定する段階である。攻撃の可否、攻撃する場合には攻撃すべき順序及び、採用すべき手段、最終的な攻撃指令が含まれる。また、 戦闘状況を離脱する場合には離脱する経路の決定、状況によってはここから観察の段階に戻ることもある。理論の原型となった空戦においては超高速で起動する最中であることから、パイロットは事前の訓練で規定化された方針を瞬時に採択する。一方、地上部隊や艦艇であれば、指揮官、爆料の経験、資質、データベース、および C4i システム及びオペレータによるマンマイナスマシンマイナスシステムに基づいて行われる。意思決定段階で採択された方針に基づいて、指揮官の意図、命令を踏まえて、実際の行動に移る。攻撃する場合には、実際の火力発揮が行われる。従来の線形モデルにおいては、この実行の段階で、意思決定プロセスは終了する。しかし、 オーダループにおいては、再び観察段階に戻り、行動の結果を判定して、次の情勢への適用に続けることとなる。上記のすべてを包括するオーダループがなく、さらに他者のオーダループ内に侵入する能力がなければ、不確定で常に流動する予測不能な現実を理解し、表現し、現実に適合し、そしてそれに対応して、意思決定を行うことは期待し得ない。 ボイドは、戦士上、特に劣勢と見られる側が優勢な敵を撃破した、戦例において、敵の精神的要素に打撃を加えることによる勝利が、しばしば見られることを発見した。この場合、劣勢な軍隊は、敵主力との正面衝突を避け、奇襲、疑瞞などの奇襲攻撃や、敵の弱点への集中攻撃により、敵の指揮官や、指導部を精神的混乱に陥れ、 勝利を得ていたと考えられた。そしてその鍵となるのが、オーダループの回転速度の迅速性であった。オーダループのテンポが速いということは、被害の状況に即応し、迅速に行動を修正できるというだけでなく、敵との関係で主導権を握ることにもつながる。主導権を握り、自己のオーダループを高速回転させ、さらなる行動を繰り出すことで、敵は、 その対応に暴殺されて本来あるべきオーダーループを作動することができなくなり、心理的に追い詰められることになる。これが気略戦のキーポイントの一つである。スピードと柔軟性を重視したオーダーループ戦略一般理論は多くの企業のビジネスモデルに応用されている。1988年、ハーバードビジネスレビューがこの理論を紹介し、 企業におけるセリフ力の源泉について分析した。工業化時代には、クラウゼビィッツの戦争論が、軍事とビジネスを結びつけるため適用されたが、情報化時代では、ボイド大佐のオーダループ意思決定理論が素に変わり、第四次産業革命の今日は、オーダループ戦略一般理論が適用されるようになっている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。